岩城健一です。今日は日本代表を目指している人限定で、まあ、ちょっと話をしていきたいなと思ってます。本気で頑張りたい人を限定で、見ていってください。まあ、ちょっと今回カンペまで準備して やってるちょっと本気バージョンなんですけれども、今回日本代表になりたい人が何をすればいいか、特に、まあ、天才と呼ばれるような選手たちは、まあ、ほっといてもどんどん伸びていくと思うんですけれども、自分はそこまで、まあ、才能的なものがなかなか厳しいなと。でも日本代表になりたいんだと。私自身も正直、まあ、凡人の、類だったので、一生懸命まあ頑張って努力して、力つけてっていうところだったんですけど、そんな、まあ、ある意味凡人代表の私が、日本代表に、まあ、選んでもらったために、まあ、選んでもらうために何をしてきたかっていうことについて話をしていきたいと思います。まあ、テーマはですね、凡人は天才を目指すんじゃなくて、凡人は、まあ、超人、人を超えた存在っていうとなんかすごいかっこいいですけど、凡人は超人を目指してやっていこうというテーマでやっていきます。凡人はやっぱ天才にはなれないんですよね。天才と凡人をこう分けるものは何かっていうと、僕が思ってるのは、まあ、分かりやすく言うと凡人は不器用です。天才は器用に何でもできちゃいます。だから天才っていうと、じゃあこれやってみてって言われたらさっとできたり、逆にまあ、私も凡人代表ですので、あるあるなんですけど、やってみろって言われてもなかなかできない、わからない、自分の体の動かし方含めてですね、よくわからないっていうところがあるんじゃないかなと思います。なので、自分の得意なところ、自分がこう誰よりも一番トップになれるようなものっていうのを探して、人を超える、普通の人を超えていってもうトップレベルになる、天才、何でも器用にこなせるじゃなくて超人、何か一つでも二つでもいいから、まあ、本当にトップになれるような、こう人を、こう周りの人を超えていけるようなものっていうのをこうつけていってほしいなというふうに思います。はい、そしたら凡人から超人になっていくための具体例なんですけれども、5つあります。1つ目が、自分の得意な分野を決めて、どの分野で超人になるかっていうのを決めていく必要があります。例えば泳ぎとか、力、そしてフットワーク、まあ、戦術理解とかもそうかな。そういったものの中で自分が何が一番自分の中で秀でてるかな、自分の中で得意かなっていうのを見つけてやっていく必要があると思います。僕の場合はもう完全に泳ぎで、2番目がフットワークだったかなと自分で思ってます。で、ポイントの2つ目が優先順位をつけて努力をしようということになります。今さっき挙げた泳ぎとか戦術理解とか力とか、フットワーク、こういったものっていうのは、全て後からつけれるもの、まあ、あの感覚的な、器用さとかセンスに関わるもの、天才が持っているものではなくて、後から泳ぎをつける、力をつける、戦術理解、まあ、ビデオをたくさん見るとか、そういったところは自分が時間を作ればどれだけでも努力ができると思うんですよね。でここがすごく大事で、先天的に持っているものじゃなくて後天的に後から、手に入れることができるっていうことがすごく大事で、まあ、凡人の戦い方の一つですよね。後から、つけれるもの、ただまあ、しんどかったり面倒くさかったり時間を奪われたりするので、あんまり人がやりたくない、やりたがらないことを、まあ、極めていくっていうのが、まあ、凡人のおすすめ、凡人の戦術になってくるんじゃないかな。はい、3つ目ですね。これは自分のポジション別で、日本で5番以内の選手になりましょうという話です。僕の場合で言うと右サイド 1,2 番の選手だったんですけれども、なんで5番以内に入らないといけないか、 なぜ3人とかナンバーワンじゃなくて5番なのかっていうことについて話をしていくんですけど、これは代表選手が決まるまでの、まあ、道のりっていうものが関係していて、私が現役でやってた時なんかっていうのは、まず、まあ、一つの場所に集まって日本代表選考会っていうのをやるんですよね。で代表選考会があると、まず一次選考みたいな形で候補選手というものに選ばれて、そこでまあ、言ったら2チーム分くらいかな、プラスアルファぐらいかな、 A チーム B チーム試合ができるような形ぐらい人数を呼んで、まあ、強化合宿兼選考合宿というような形で、まあ、トレーニング合宿をして、最終的に3つ目で代表選出という形になります。もう一回言いますね。選考会があって、候補者合宿、強化合宿、候補者選出合宿があって、最後代表が決まるという形なんですけど、そこでさっきも言ったけど A チーム B チームみたいな形で、まあ、2チーム分分かれるわけですよね。だから右サイドで言うと、1番2番の2名、B チームの1番2番の2名、これで今4名ですよね。でお互いに控え選手がいると思うので、まあ、5、6、7、8人ぐらい、各ポジション8人ぐらい選ばれるかなと思うんですけど、まあ、代表選手に選出されるためには、まあ、最低でも
まあ、メインで出る2人、1番2番、右サイドだったらの話ですね。で、まあ、その後控え選手が2名ぐらいで4で、ここのまあ5番以内っていうところですね。ここで決まってくるかな。だから5番目に入ればいいやって、5番を目指してやって、5番にいるからもう OK と思ってたら、まあ、4人しか選ばれなくて自分が落ちるということももちろんあるので、まあ、5番で安心するっていうわけじゃないんですけど、まあ、一つの区切りというところで5人、5番以内に入るということを話をしました。4つ目なんですけど、これね、結構皆さん驚かれると思うんですけど、これね、続けることが大事ということですね。自分の経験なんで言うと、大学に入った時からやっぱ全然で、試合にもなかなか出れなかったし、先輩たちがやっぱすごすぎて、その上にもっと先輩たちがかなわないような日本代表がで、もう本当にすごい世界だなんだなというのを大学1年生の時にまざまざと見せつけられたわけなんですけれども、自分が2年生、3年生、4年生って上がっていくうちに、今まで勝てなかった選手っていうのが、まあ代表選手公開にもう来ない。例えば3年生、4年生だったら、就職活動があるからもう水球はもう本腰入れてやりませんとか、今まで自分で、ライバル視してた人たちっていうのがどんどんいなくなる。逆に若い選手たちっていうのも自分の下ですね、もうこうどんどん突き上げてくるから、結局同じ右サイドのポジションのライバルたちってのは変わらないように見えるんですけど、自分が少しずつ成長していって、まあ、日本で、まあ、8番目なのか9番目なのか分からないけどの右サイドのポジションの選手だったとした時に、下の選手たちっていうのも、まあ、自分がそうであったように、まあ諦めちゃう選手もいるわけですよね。なんだ、大学の世界、日本代表のを目指してる世界ってのはこんなにあれなのか、高いのかっていうところで、なんか勝手にポキ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 折れていっちゃってくれるんですよね。なので諦めずに、自分に負けずに続けていくことってのはすごい大事かなと思います。最後5個目なんですけど、運、もうね、運です。まあ、なんでかっていうと、まあ時代だったりとか同級生、一つ上の先輩、一つ下の後輩、まあものすごい選手が揃ってる、例えば右サイドの豊作の年代、左サイドが豊作の年代、いろいろあると思うんですよね。スーパーフローターが出てきたとか、僕で言ったら、一つ下に千賀光昭選手がいて、まあ右サイドで、被ってたわけですよね。自分が大学1年生の時は高校3年生だったんですけど、自分が大学2年生になった時にはもう自分は代表には選ばれずに、でも志賀光昭選手はもう大学1年生からもっと言うと高校3年生から選ばれたかな。で、バリバリ活躍をして、やってました。でもちろん自分の方が力があるし、泳ぎもまだ自分の方が早いなと思ってたんですけど、やっぱ戦術理解とか、経験とか、やっぱものすごいフットワークがやっぱいい、今でもそうですけど、やっぱハートが強いので、まあ、今大人になって考えたらまあ当然の結果だよなとは思うんですけれども、そういった一つ下にいいプレイヤー、まあ、今でも日本代表で活躍されているすごいプレイヤーっていうのがいたので、自分が日の目を浴びるっていうのが、もう大学4年生22歳、だから水球なってやって何年だ、僕小学校4年生から水球始めたんですけど、10歳か12年間やって、やっと日本代表のチケットというかね、まあ、資格をいただいたというような形でした。でもこればっかりはもう毎日徳を積む、ちょっとまあ仏教とかね、そういった話になってきますけど、毎日ゴミ拾いとかして、神様仏様に認めてもらうしかないんじゃないかなと思いますので、普段のまあ勉強とか、普段の日常生活、そういったところ もう見直してもらうしかないのかなと思います。もう運、これはもうしょうがないけど、でも大きなファクターだと思います。はい、今まで5つの話をしてきましたが、まあ、誰でもなれるもんじゃないだろうって、いうことだと思うんですよね。いや、間違いないですよね。まあ、本当にその通りで、まあ、だからこそ自分の武器っていうのをもう凡人から超人レベルに上げていくっていう必要があると思うんです。さあ、繰り返しになりますが、凡人から超人を目指していけっていうことで、今日は5つの話をしていきました。まず1つ目が、どの分野で超人になるかを決める。2つ目が、優先順位を決めることが大事。3つ目、ポジション別で、日本で5番以内を目指しましょう。4つ目、続けたもん勝ちですので、とにかく諦めずに続けて頑張りましょう。5つ目、もう運です。頑張ってください。最後にちょっとまあ雑談的な話で、僕の現役時代の話をすると、ありがたいことに、結構泳ぐのが得意だったので、まあ、水球界で一番速い選手の一人だったんじゃないかなと思います。
なので、まず点数取れないし、パス投げれないし、取れないし、シュート持てない、そういう凡人の僕だったんですけれども、泳ぐのだけは得意だったので、カウンターアタックに行くときに、まあ、リードブレイク、右奥で、ボールをもらう。これだけはもう、必死に、自分のやれることそれしかなかったんで、必死にやってました。そしたら、まあ、安心してボールが出るっていうことで、試合に使ってもらう機会、練習試合に使ってもらう機会っていうのが少しずつ増えてきました。まあ、これ泳ぎのおかげですよね、完全に。で、それで私は、リードブレイクの鬼になることができました。そしたらね、次は相手がもうリードブレイクの鬼だからもうグイ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 前に来るから、もう相手からしたら厄介なわけですよね。なので、相手はまあ引っ張ってでも競り合ってでもなんとか前を取らせないようにするわけですよね。そしたら、結構競り合いとかになって自分の方がスピードがあって少しでも前にいると、やっぱ前にいる選手得意というか有利なんで、審判が体勢を吹いてくれて、リードブレイクしかできなかった僕が、いつの間にか体勢をたくさん取れる選手になってて、まあ、これも泳ぎのおかげですよね。泳ぎがあるから体勢を取ることができるようになりました。それがだんだんできるようになってきて、自分の中で感覚的に分かるようになると、体勢取った瞬間にもう背泳ぎバックになってボールもらって、言ったら体勢が出た瞬間に、まあ、3対3だったら3対3から1人減って、相手は2、こっちは3なので3対2のカウンターアタックが、あ、もう強制的にできるやんっていうことに気づいて、そこからカウンターアタックっていうのを上手に出すことができるようになりました。もちろん自分はシュート苦手なんで、できるだけドリブルで引きつけて逆に出すっていう、まあせこい技、こすい技をずっと使ってたんですけど、まあ、それでもチームの1点なんで別にいいかと思いながら、やっておりました。まあ、だから、泳ぎができたからリードブレイクができた、リードブレイクができるようになったから体勢が取れるようになった、体勢が取れるようになったから、まあ、カウンターアタックだったり、まあ、その後タイムアウト取ったりっていうことでチームの戦術が増えたということに、まあ、この泳げるからすると4ステップかな、泳ぎからリードブレイク、リードブレイクから体勢、体勢からカウンターアタックの得点だったりとか、まあ、タイムアウトとかの戦術が増えたということで、チームにとって、まあ、僕はただ泳いでただけなんですけれども、チームにプラスになる存在に少しずつ慣れたっていうのは、今振り返ってみると、まあ、価値ある選手に少しは慣れたんじゃないかなと思います。まあ、ただ当時の僕を知ってる人はもうただ泳ぐだけのもうクソゴミカスもちょっと言葉悪いですけれども、もう本当に使えない選手だったので、いやちょっと自分の学生時代振り返ってもやっぱ同じように思うんですけど、かなりこの五角形みたいな戦力図みたいなのあるじゃないですか。素早さ、力強さ、賢さとかあるじゃないですか。そういった栄養図とか戦力図みたいな、ああいうものでいうと泳ぎだけピーンって抜けてて、もうあとはもう本当に低かったんで、かなり監督からしたら使いづらい選手だったんじゃないかなと思います。いやもう本当に下手くその極みで、まあ、周りからもそうやって思われてたと思うんですけど、まあその通りですよね。もう本当に凡人で、その通りで、凡人だったからこそ自分なりに作戦立てて、よしじゃあ俺泳ぎ活かして頑張るかみたいなですね。ただそれが凡人レベルからもう周りの人を超えていく超人になっていくことで、僕は日本代表になれたんじゃないかなというふうに思います。もうちょっと詳しい話を聞きたい人もしいましたら、チャンネル登録、それからいいね、コメント等で、お知らせください。結構、まあ、YouTube ってアナリティクスってデータが見れたりするんですけど、僕のチャンネル見てくれてる人が、まあ、やっぱ若い世代、12歳から18歳までの世代が結構見てて、っていうかもうほぼ 100% ですね。だからまあ未来の日本代表の選手たちが少しでも目指してくれる人が増えたらいいなと思うし、こう諦めないで、まあ、凡人の戦い方、まあ点差はほっとっても勝手にうまくなるんで、まあ、ほったらかしますけど、もう特にこうやってわざわざ時間使って僕のチャンネル見てくれるような、まあはっきり言って凡人の皆さん、まあ私含めてですよ。だからすごくなんかトゲがある言い方で申し訳ないんですけど、まあほとんどの人凡人なんですよね。まず凡人、自分は普通だっていうことを認めることから、超人になる第一歩だと思いますので、ね、自分の自己分析から始めて頑張ってやっていきましょう。もっと知りたい人、ぜひぜひコメントください。なんかね、今度オンラインスクールをこう開設しようと思ってるので、まあ、そういったところで聞いてみたい、知りたいっていう人は、まあ、概要欄に公式 LINE を作りましたので、そこで Zoom を使った水球オンライン講座みたいなものをしていきたいと思ってますので、まあ、そこで、私と文字なのか声なのか分かんないですけど、まあ、話しながら、ね、勉強できればいいですよね。まあ、そういった形で、まあ、YouTube 活動もそうだし、もっと近く話せるオンラインスクールを作りたいと思ってますので、まあ、世の中の水球少年、水球少女
まあ、見てくれてるか分かんないけど、水球続けてる、まあ、大人の人とかね、指導者の人、いろんな人に見てもらって、水球の価値観っていうのがもっともっと広く膨らんでいったらいいなと思っております。そしたらまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。